ちょっと長いか。この辺で微調整しようかな。うん。あ、このぐらいの高さがいいな。よし。どうも皆さんこんにちは、ひとり親方です。今日はね、あのロープハックの続編シリーズ第何弾か忘れたけどあのストラップね、ウクレレのストラップをご紹介したいと思います。これのいいところはね、装着してからあの長さをね微調整できるっていうね。あのこのね、なんていうの、握る長さって微調整めっちゃ大事なんですよ。ちょっと長い、ちょっと短いで引きやすい引きにくいって出るじゃないですか。それをあのなんとつけてから、これをねつけてから微調整して止めることができると、いいじゃないですかね。ちょっとやり方説明してみたいと思いますね。まずじゃあ、あの後ろの部分の固定ですね、エバンスノットをします。詳しくはカードに貼ってますんで、そっち見てくださいね。指に2回後返るように巻きつけてね、で、できたループに通す。折り返した状態で。で、ここのループに後ろを通して引っ張ると。これで一つ固定できますね。で、今度上の方をやりますね。そして、あの上の方は一回、まあ、試して長さをね、微調整しないといけないので、で、まあ、一番自分がいいなって思う高さのね、ほんと、微調整できないといけない。一番いいというベストのところで、あの、肩のところから、この端のところまでの真ん中ぐらいですね。まあ、大体、ここを目安にして、あの、アジャスタブルグリップヒッチをね、やります。はい。じゃあ、あの、アジャスタブルグリップヒッチもやっておきますね。折り返した状態で、上にかけて、で一回この本線に、ね、巻きます。こうね、でもう一回巻きます。こうで、3回目はこのループを2本ともまとめて回して、でここに通すんですよ。こうね、でそれをギューッと引き締めたらアジャスタブルグリップヒッチの完成。これでね止まるんですよ。でまあ、引くのにちょっと長さが長すぎるっていう時はね、これ引いてやったら、結び目を持って引いてやったら短くなるし、外したいなっていう時はこれをね緩めてやったら外れるんですよね。ここのね、まあ何ていうの、ループがね広がるから、これがね、あの外れる原因になるんちゃうかなっていう心配が出てくると思うんですよ。今からここにあのパラコードでビーズを作ってね、でこのループをこう、なんか、すぼれるようにしてみたいと思います。これも以前に動画でやってたの、ダイヤモンドノットっていうんですけどね。まあ、詳しくはまたカードで貼ってるんで見てください。でも一応やりますね。ループを作って、で、もう一個、こう作りますね、ループをね。2個。こういう感じですね。で、それを半分重ねて、これを、こっちね、これを上下上とね通します。で最後にお腹の音だった、最後に上から通して、でこの真ん中下から出てくる。こうで、これをあの小さくね、紐をねこうちっちゃくしながらまとめていくとダイヤモンドノットになるんですよ。で、その時にこの中心ですね、これをあの最初に作ったねアジャスタブルグリップヒッチのループに通しておいて、でこれを締めていきます。あのいっぺんに締め込んだらダメなんですよ。ちょっとずつね締めていかないとね、綺麗な形ができないから、段階的に引いていってくださいね。はい、どうですか？ほら、綺麗なダマができたでしょ？ダイヤモンドノットね。で、あとは、この両端をね、いらないので切って、
で軽く炙って止めておきます。そしたら、まあ、こういう感じでね収まるわけですよ。まあ、こんな感じでねビーズを絞ってやるとほらもうそれでここが外れにくくなるんですよ。はい、いかがだったでしょうか、ね、ウクレレ結構されてる方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。僕これね、あの薄レレって言って、あの共鳴板がね薄っぺらいやつで、すごいなんていうのやりやすいちっちゃいソプラノウクレレ使ってるんですよ。これかっちょいいでしょ、気に入って買ったんですよ、アマゾンでね。詳細はねリンクに貼ってるんでまた見てくださいね。あのウクレレ YouTuber のね方に名付けてるけど、ユークハウスさんっていう方がねこの商品を紹介しててすごくいいなと思って買ったんですよ。あの彼のチャンネルはその商品紹介とで持ってるスキルも、ね、一緒に合わせて紹介してくれてる、すごい役立つチャンネルなんですよ。僕も見てるんですけど、よかったらあのユークハウスさんの方のチャンネルもあの紹介してますんで見てみてください。じゃあ今回はロープハックということでね、ウクレレストラップのやり方でした。皆さんもぜひやってみてください。チャンネル登録をしておくとツールとしていつでも見ることができます。ひとり親方のブログでは後日談など動画で言えなかった情報が満載、 Twitter では毎日何かしらつぶやいています。動画の説明欄からそれぞれ確認することができます。最後までご視聴ありがとうございます。